サコバリがインサイド行く、左手でここは決め切りました。ここでオフィシャルタイム。さあショットクロック残り2秒だ。打って割れるか、カロヤロ。ちょっと難しいスリーになったぞ。リジェクトからキックアウト、コバリ中入ってフローター、うまい、うまく決めました。守りきれるか大事ですね。はい、さあここは岡田がいった。エンドワン。表情は非常にクールなんですけど、このコート上で熱いですよね。熱いですね。成功率実に高く36分の32、 88.9%。 おっと、しかしここは岡田インサイドへ、外に振る。さあ前田、ここもインサイドだ。岡田、そして前田が連続エンドワン、盛り上げます。今のシュートがカウントされて、さらにハンガリーズにワンショットが与えられます。長谷川、ロスターにピックアンドロール。ちょっとボールがここを狙っていた、ターンオーバー。さあ中アタック、中アタック、外に振る、オープンだ。川島のスリーはリングを巻いてリバウンド、アレン。ドキドキするような試合ですね。はい、ジョーンズ、マス、ロスコアレンというメンバーを継続。長谷川に当てて、ロスコアレンのディープスリー、距離ありましたけどね。はい、1点差から川崎がどう縮めるかというところで、まあ、あの、あ、今日コーナー、カロイアロだ、決まるわ。さあこの6点差というところを1つ詰められるか。ロスコアレン一気に行く、ライトリングが駆け抜ける。ラスコアレンはこれで個人20点に乗せました。いや、スリーの後はこのように速攻、ロスコアレンがここで見せてきましたね。いう風になるとちょっと怖いですよね、はい、通常通りのオフェンスができるかですよね。あそこで思い切っていったぞ。ただここは守った川崎、ここまで決め、連続で決めているロスコアレン。入っているメンバー、これタイムアウト変わりません。マスコのスリーだ。いや、今のスリーいかがでしたか。いやー、こうなんですよ、決めてる人のシュートですからね。はい、さあ京都はどうか。先ほどは岡田が中にいたぞ。ここは川島からカロイアロ。さあミスマッチをつく、エドワーアンジェロカロイアロ。いやー、変わらないオフェンスというのが本当にいいですよね。はい、カロイアロもこれで個人20得点。これまでの12試合の中でもアベレージを下回っているのって3試合しかないんですよね。はい、はい、ある程度得点というのは一定して取ることがで、まあ、当然その3試合の中でだいぶ点が下がっているという部分のところがあってアベレージが下がっているんですけど、はい、今のマスク惜しかった。しかしここでもう一度セカンドチャンスポイント、さあシャキリア・ジョーンズ。はい、強いですね。はい、アレンも狙ってるぞ。川島時間を使いながら、ここでノールックでキックアウト、前田のスリーはリバウンド。さあ川崎残り1分、ロスアレン、長谷川、ベテランがアタックする、ゴール下、ゴール下のところでファールがありました。ディフェンスファールです。ジョーンズからパス狙っている鹿島、外に振る、オープンだ、小針のスリーが突っ刺さる。これでさあ2点差。外、あー、ちょっと躊躇したから、はい、カロイアのプレス2だ、リバウンド、ジョーンズ。はい、ちょっと大事にして、さあこのオフェンス、小針が行く、そしてジョーンズ、ここでアウトオブバウンズ。川崎は奪ってすぐさま得点いきたいという時間帯。ここはファールなくアウトオブバウンズ、川崎ボール。残り9秒8、まだまだ時間があるぞ。おっぱれに行く、インサイド空いた、インサイドミスマッチ、インサイドはそこミスマッチ、ジョーンズ外に振る、小針のスリーがリバウンド。ここは守った京都。いやー、危なかった。はい、最後しかし川崎、小針もよく打った。